このコーナーは、毎回一人の障害者アスリート、チャレンジドアスリート、及び障害者アスリートを支える方にスポットを当て、スポーツに対する取り組み、苦労、喜びなどを伺います。ウィルチェアラグビー日本代表、今井智明です。今井智明。1983年、千葉県阿美子市出身の32歳。6年前にウィルチェアラグビーと出会い、日本代表に。 先日のアジア・オセアニアチャンピオンシップで、攻守の要として活躍し、優勝し、リオパラリンピック出場権獲得に貢献した。もともとスポーツが大好きな少年だった今井。車いす生活になったのは、中学3年生の時不慮のアクシデントが原因だった。普通にプールの飛び込みのところで飛び込んで、まあ、プールの底に頭を打って首の骨を折ったっていう。 状態で、まあ、障害を負いましたプールの飛び込みした後にまあ沈んでしまったので友達が慌てて、まあ、助けてくれましたね意識が戻った時今井はベッドの上にいた首から下が全く動かない自分で息すらできず喉には人工呼吸器がついていたまずその 意識が戻った段階ではもう何が起こっているかわからない状態だったので、えっと、最初のリハビリ病院に転院した時にお医者さんの方からそのまあこの神経が傷ついているので元通りにはならないというところをそこで初めて聞かされましたもう元の生活に戻れないというところでうーんもう何もする気力がなくなったっていうのがまあ最初の思ったところですね。 落ち込む日々が続いたがリハビリ施設に入ると周囲の人たちの姿を見て今井の気持ちは徐々に変わっていったあのリハビリ病院というところでもあったので、まあ、同じぐらいの年齢だったり当然下のと子どもたちもいますし、まあ、先輩にあたるまあ年上の方々もいたのでそういった人たちの話を聞きながら、まあ、リハビリに向けてまあ頑張るようになりました。 機能としては首から下の機能は低下しているので腕も足も力が入りづらい状態ではあるんですけど車いすは焦げるような状態になってだんだん自分で動けるようになってきましたねその後今井は車いすでできるスポーツを探したその時知り合ったのが菅野和彦菅野が 面白いスポーツがあるから一緒にやろうと誘ってきたのがウィルチェアラグビーだった最初見た時はやはりうーんこの競技すごいい野蛮だなって思いましたでも実際自分でやるにあたってそのぶつかり合うっていうところが、まあ、日常生活ではほぼありえないというか車椅子同士が当たり合うっていうのはまあ ありえないだろうって思うところがあると思うんですけどそのありえないところ非日常っていうところがやっぱこのスポーツの魅力だと思って、まあ、やるにつれてだんだん惹かれていきましたねぶつかった瞬間なんかこれで試合開始のゴングのようなものが鳴ったような感覚で当たるっていうところもすごい非日常で惹かれていったんですけど、まあ、その派手な その当たるという魅力のところのほかにも頭を使った競技っていうところがやるにつれてだんだん分かってきてそういう緻密な戦略も必要だっていうところにもどんどんん引き込まれていきました、ね、車い子によるタックルが禁止されるどころかルールで認められているウィルチェアラグビーこんなスポーツがあるんだ。 事故以来眠っていた今井の投資に再び火がついた。ウィルチェアラグビーの激しさ、緻密さに取りつかれた今井は、3年前、地元千葉のチーム、ライズに入団。日本代表のキャプテンも務めた菅野和彦を中心に結成された競合クラブで、腕を磨き、一昨年、ついに代表入りを果たす。 デビュー戦はデンマークで行われた世界選手権のプレ大会だったなんか雰囲気にのまれたというか何もかもが初めてだったので試合中ののこともあんまり覚えてないいぐらいの緊張感でしたね国内ではあまり感じられないようなプレッシャーの強さだったり、まあ、速さであったりとかそういうその当時のレベルの差というのを感じさせられましたね。 ウィルチェアラグビーでは、障害が重い順に、選手に0.5点から3.5点までの持ち点が与えられ、1チーム合計8点以下でチームを編成しなければならない。障害が重く、持ち点が低いローポインターの今井は、相手の攻撃陣を食い止めるのが主な仕事だが、時には攻撃にも参加する。あの、やはりパスっていうのは、 あまり遠くに投げれる状態ででもないのであまり自分の方からパスをするというのは、まあ、最初の球出しで出すことはあるんですけどあのゲームの流れの中で出すというのはあまり少ないかなとは思っているんですけど、まあ、そのボールを運ぶ選手というのはやはり速い選手ハイポインターの選手になってくるのでその人たちがあの動きやすいように。 スペースを作る動きっていう壁になる動きっていうところがオフェンスでの主なな役割になってきます、ねまあぶつかられるんですけど相手をうまく止めることによってそ,のそれがゴールにつながっていくっていうのでまあその相手をうまく止めて、まあ、相手の,その状態のいい選手たちが、うんまあ、イライラしてくるのが見えてくると、まあ、それはすごい快感ですね。 前線の選手とどう連携を取るかも重要なポイントだ。試合中チーム内のコミュニケーションはどうやって取っているのか。あの最初の決め事もあるんですが、やっぱりゲームは生きているので、その決めた通りにはやはり動かないっていうところで練習中もそうなんですけど、コミュニケーションを取るっていうところで、もうやはり声言葉にしてあの指示をお互いに出し合うというところで。 そのコミュニケーションをを重要としてて、まあ、動きを決めてますね監督もそうですしチーム全体としてもうそういったコミュニケーションをとってあのお互いにやりたいことを伝えてもうその相手を止める動きであったりとかどこにスペースを作るであったりとか単純なことでもいいから必ず言葉として出して伝え合うっていうところを重視してますね。 関東近辺はお互いに練習に行き来してあの一緒にやることもあるんですけどやはり地方の人たちとはやる機会はもう合宿の時だけなのでいつも合宿の時はずっと話し合いをしたりとかそういうコミュニケーションをとるっていうのをちょっと、うん、頭に入れてますねそんな今井が初のパラリンピック出場をかけて臨んだのがリオ大会予選も兼ねた アジア・オセアニアチャンピオンシップだった。今年10月29日に開幕したアジア・オセアニアチャンピオンシップ。日本、韓国、ニュージーランド、そしてオーストラリアが参加。リオパラリンピックの最終予選を兼ねたこの大会。日本の目標は、まずリオ行きの切符を掴むこと。そして、王者・オーストラリアに勝つことだった。大会は、 まあ必ずと言っていいほどオーストラリアとは戦ってきていたので,で今まで当たってきた中では今回の大会は一番手応えがあってすごく自信になりましたほかの3チームと2試合ずつ対戦する予選リーグ日本はオーストラリアとの初戦で実に9年ぶりの勝利を挙げた った瞬間に、あの、差が詰められ始めたので、これは試合が終わるまでは油断できないと思って。まあ、その途中で思ったんですけど、そこで気を引き締め直して。まあ、最後まで気を抜かずにやれたっていうところで。最後まで、まあ、リードを取ったまま終えられたのかなと思いますね。続く二戦目は敗れたが。日本はこの時点で決勝進出が確定。同時に、領域も決まった。 だが、あくまで目標は優勝。11月1日、オーストラリアとの決勝戦。試合は僅差の競り合いになったが、今井が相手の攻めを封じ、日本はリードを保ったまま後半に突入。しかし終盤、ミスから1点差まで追い上げられるシーンもあった正直、やばいなと思いました。ででもリードをしていたので まあ、確実に得点を決めるっていうところを重視していけば、まあ、そのリードは保てるのでもうオフェンスを必ず成功させるっていうところで意識しながら、まあ、戦って、まあ、リードを保ちましたその攻めの姿勢が実った日本は追加点を挙げ再び王者を突き放すそのまま56対51で逃げ切り見事 オーストラリアを破って優勝を飾った決まった瞬間はもう正直ホッとしたなって、まあ、当然相手のプレッシャーも強かったのもあるんですけど、まあ、そういった競ってる試合でのプレッシャーっていうのがやはり海外の強みだと思うのでそういったところにちょっと負けずにリードを保てたっていうところも今回のいいところだったのかなと。オーストラリアととやるきは 常にそうなんですけどもう最後まで気が抜けないのでうん1試合がすごく長く感じるっていうところがあって終終わわっっっったたたた瞬間はやっと終わったほっとししていうのが正直な感想で今、ねまあ、トップ3っていうオーストラリアとアメリカカナダっていうところが、まあ、メダルの常連国なので、まあ、今回のオーストラリアに勝てたというところがトップ3に。 ちょっと食い込めたのかなっていうところで少し脅威に感じてくれてればとは思いますね。後からそのメディアを通じてオーストラリアのコーチの方からはまあローポインターの動きが良くなって日本が強くなったっていうところを聞いてうん自分の自信にもなりましたね。今井には競技の前によく聴いている曲があるという。デフテック さんのまあマイイウェという曲ですね。ゲーム中のそのメンタルの浮き沈みがまああまりないようなことが課題の一つと思っているので曲の曲調自体が上がりすぎず下がりすぎずっていうところですごい合ってるなって思うのでよく聞いてますね。今井は15年前から千葉市の美浜区役所に勤務している。 競技とのの両立はどうしているのか。平日は仕事終わりでやるので短い時間でできるだけどれだけ詰めて練習ができるかっていうところをメインとしてトレーニングしてますね。使える範囲障害の程度がやはり重い部類なのでできる機能というのは限られているので海外の選手は同じレベルでも速いですしパワーもあるっていうところで。 残ってる日まは千葉生まれで現在も千葉に住んでいる今井リオパラリンピック行きを決めたアジア・オセアニアチャンピオンシップは千葉で行われ家族をはじめゆかりの人たちが大勢応援に駆けつけてくれた両親もそれしあとは姉家族も応援に来てくれたので、まあ、すごい心強かったですね 千葉でで、やるということで怪我した当時の友達も来てくれましたし職場の同僚も来てくれましたし自分に近い人たちがすごい応援に来てくれるのでそういったパワーがもらえるっていうところはすごい心強いですね今井は競技普及のため代表の仲間と小学校を回って体験会を行っているその時触れ合った子どもたちが応援に来てくれたことも大きな励みになった あの小学校の授業の一環でみんなで来てくれるっていう学校もあったのですごい子どもたちの応援っていうのはストレートなのでコート上でもよく聞こえてすごいパワーになりましたね結果として優勝できたっていうところも見せられたので、まあ、その地元でその優勝できたっていうところはすごいいいところを見せられたのかなと思いますねいよいよ来年は。 自身初のパラリンピックリオを前に抱負を聞いてみた代表の集まるところ以外でどれだけ個人が頑張れるか大会に向けて戦う体を作ってくるっていうところがまあメダルに向かっていく上で必要になってくると思うので今回はオーストラリアには勝てましたけどアメリカカナダという3強の。 残りがいるので、そこに勝つために自分の足りない部分として、パワーとスピードというところを上げるためにまあトレーニングを積んでいきたいなと思ってます。今井にとってウイルスエアラグビーの魅力とは？一目でわかる。車椅子がぶつかり合うというところが一番の魅力でで。ただ、その裏ではまあ頭を使ってボールを持っている。プレイヤーを活かす動きっていうところがすごい。自分の。 生きるる道ででもあるのでそういった魅力的なところ、まあ、それぞれの人がいろいろ見て感じてもらえると一番いいなと思います。